お、ガチ勝負だ。痛えぞあれ。さあ決めるか。ここで決着だ。待って、ジャイアントスイング。お前にとばっちりアタック。寝てろ。こいつもやっぱり中ボス格か。みんな当然のようにガードするようになったな。これの方がいいな。おら、いってえな。カイトさんパス。血みどろ。ねえコンビだね。誰かナイフ持ってないか。かっ、おやすみ。お前はなんでそんな余裕で立ってるんだよ。傍観者か。実はあれか、あの参加してませんよって見せかけてるドッジボールの小学生みたいな。この例え通じる。よし、腹パン。マスク越しに血みどろ。まあ今もマスク安くなったからね、いいでしょう。避けるんじゃないよ君。うおっと、ブワッ、やめろ。ガードしやがるな。ガードぐらいは破れるようになったんだよ。起きて、早く起きて、時間がないんだから。そしてお前か。いや、回復。そろそろ幕の内弁当とかおでんなくなっちゃうかな。中ボスのお前からやりたいな。あぶね。ふん、回復薬を。お、よし、オッケー。やべ、スタンした。フェイントをかけるんじゃない、お前はいらないんだよ。戦いたいのは阿久津だけだ。それはこっちだよ。パワー系なら受け流しは苦手でしょう。来いよ。よし、オッケー、行くぜ。すげえ声出したな。まだだよ。うわっ、つかみはダメか。オッケー、お前もな。いや、ジャイアントスイング、ごわっ、モータルみたいな強さしやがって。いただきます、ごちそうさま。オッケー、ふん、オーラまとったね。じゃあ行くよ。あ、挑発中にやるとこれもしかしてカウンターになるのか。阿久津もあれから強くなったのかな。やべ、甘いね。行くぜ、おやすみ。モータルか、違う、回復。この状況でヘルシー弁当を食うか。そんな気にしなくていいと思うがな。よし、ジャスが強いな。よし、ひるんだ。東さん、オッケー、あぶねえ。やっぱ強かったな。でも終わりだね。タフだな。もう逃げらんねえぞ阿久津。これでゆっくり話せるな。トンネはお前じゃないからな。なんか相馬はどこだ。
策があるのか。あいつはどこに隠れてる。知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。チェーンソーで獅子切るか。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ。お前らはなんであいつの言いなりになってんだ。上だからだけじゃないのか。相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。言ってたね。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうが、ごまかしが効かねえ。独身術か。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えて、かすかな匂いだって嗅ぎつける。怖いな。俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。まあ強いよな。そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。先、途上界を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。そうだね。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。うん、極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ。元極道か。けどそう思うよ。登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。潰れるのが分かってたのか。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そりゃすごい。そんなのただで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。そりゃそうだ。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この国は終わりだ。俺が殺されるわけがない。余裕だって。そこまで読んでたのか。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがった。すごいな。どういうことだ。あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。なるほど。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのに、あいつには誰も手出さなかった。メンツどころじゃなかったのか。相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細ってく間、あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。元祖なのか。それでお前は相馬のパシリになったわけが。俺に相馬を仕切る器はねえよ。まあそれは。俺は RK の表向きの顔に据えられただけで、裏からそれを操るのは相馬。まあ表向きには RK に引っ張り込まれた時から適任だけどね。俺もそれで納得してる。お前も器がねえなりに自分が見えてるじゃねえか。賢いよな、阿久津も。相馬は公安に使われてる。そのことは知ってるか。公安？知らないか。じゃあ相馬が河合信也をカムロ町で探してた理由は。知らねえ。あれは相馬がある筋から金積まれた仕事だって。本当に知らなかったのか。桑名を追う理由は。いや。なら相馬と公安の接点は。何でもいい。思い当たることはないか。もしかして知らねえ。なんだよ思い当たることって。もともと警察関係だったのか。まさかな。いや、あり得るか。心当たりが。なあタボ、もしかしたら相馬は公安そのものだったかもしんねえぞ。やっぱりっていうか。どういうこと。公安そのものって。もともと警察の人間。公安ってのは人をスパイに仕立て上げて情報を取る、そういうのを S を作るってんだ。 S 狙われるのは右翼とか左翼、反体制的な市民団体とか、うん、そういう連中でよ。もともとそこにいるメンバーの弱み握ったりして公安は自分らの S にする。 S とは。確かに公安はスパイを使う情報機関。公安そのもの。途上界に入ったのももともとそういうことなのか。公安は
自分のエースを見つけて育てる、うん、だがな、駒にするためか。公安の警官自身がスパイとして潜入することもある。例えば極道の組織にな。自分ですると警察の情報にやたら詳しく、嘘を嗅ぎ分けるのがうめえって極道が生まれる。じゃあ相馬がその潜入捜査官だったってこと？もともとスパイだったのか。阿久津が言ってたろ、相馬は組を抜けるとき東上会全体に先がねえことが見えてた、うん、若い三下の組員がそこまで確信持てるとは思えねえ。まあ怖いな。だがよ、そいつが警察やら公安の情報を持ってるなら話は別だ。なるほど。東上会のこともカムロ町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は東上会の解散を見越して動けたわけか。ねえ。そして組を抜けたあいつがやったのは、東上会からあぶれたヤクザたちの受け皿を作ることだった。操るため。手はどうだ？その手の奴らを公安で把握、監視するためにだ。治安も守れるしって。ことにできるのか。俺とか元東上会の極道を勧誘してる、ね、つまり RK って組織はチリジリになったヤクザを公安が管理するために作られた。公安のやりそうなことではあるぜ。犯罪組織をいちいち潰してたらどうせまた別の新しい連中が出てくる。そいつらを一から調べ直すより把握できてる組織をほどほどに泳がせといた方が利口だ。でもそのリーダーを公安が自分でやっちゃうってズブズブの癒着じゃねえか。なるほどね。そ公安の潜入。おい、だとしたらやべえぞ。のんきに喋ってる場合じゃねえ。何が？あいつにはこの部屋のことも筒抜けなんだ。やべえ。そのが本当に公安で、今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬に筒抜けだったらどうだったんだよ。相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずだろうが。うわっ、阿久津マジか。阿久津マジか。躊躇なしか。敵だったけど、でもここで死ぬには。くそ、やられた。マジか。マジか、ちょっと、いや。じゃあ、銃を撃ってきたのは警官姿の二人組？殺すのか、ええ、そして阿久津のことを。マジか。その警官たち、まさか本物じゃないよね？ああ、いや、多分。ああ、相馬が自分の手駒に警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろそいつらを送り込んできたのは相馬だ。間違いない、ね、海藤さんが言うには公安の潜入捜査官だったかもしれない。ん、ここにいて大丈夫？知ってるか、ターボ。潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。モグラか。モグラか。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。ねえ。いや、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。全部がおじゃんになっちゃうから。ずっと潜入だったなんてバレたらいくら組織のリーダーでもただじゃ済みません。そりゃそうだ。偉い裏切りですから。 RK には元東上会の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。
だければ全員の口を封じるつもりだったんすかね。今大丈夫なのか。検察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけでも。わかった、すぐ手配してみる、うん、それなら矢上さんたちにも警護がいるのでは。まあ10ぐらいじゃ死なないが。ほら、海藤さんも東も元極道だから。そうだね、警察に守ってもらうなんてね。ああ冗談じゃねえそうっすね、お気持ちだけで結構です。ありがとう。これで相馬はますます地下に潜っていくことになるだろうな。でももし奴を見つけ出せれば、逆に公安の尻尾もつかめる、うん、その時は沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。そうだ、分かった分かった。ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ、うん、そうだな、きっちりガードするから心配ないよ沙織さん。頼もしいな。何沙織、変身した途端みんなに守られちゃってじゃああなたもたまには気合い入れておしゃれしてみたら。いい仲だね。私は今これでもだいぶ頑張ってるんですけど。綺麗ですけどね。まあ今はそうか、あくまで表通りにいるから、さすがにここで撃ち殺すなんてことはしないか。あそこはね、誰も見てないところだったから殺せたんだろうけどね。まあ事故にもできるし、半グレの中の内部抗争で死んだとかにもきっとできるだろうしね。でも相馬にバレてたんなら、今すぐにでも多分もう殺しに来るよな。思っているよりも状況は危なそうだね。全然警護しないで来ちゃった。あ、おお、なんだか大変だったな。大丈夫か。お二人はお二人で。阿久津が銃で撃ち殺されたとか、ほんと血の気が引きましたよ。沙織さんに何かあったらどうしようって。俺らはいいのかよまあみんな無事で何よりだった、うん、でも相馬にやられました。奴を甘く見てたみたいです。公安とはな。奴は公安の潜入だったんじゃねえかって話です。潜入？何にしても先生と星野くんは楽しい夜に水を差されて残念でしたね。いや、いい思いしたと思いますよ。いやいや、そのいや、さっきキャバクラに行ったのは星野くんがどうしてまで行くって聞かねえもんだから源田先生、先生だってどんなところか覗いてみたいって言ってたでしょう。そうだったっけ。やめなさい、よく覚えてねえな。醜い争いになっちゃ う。失礼、着替えてきますので。うん、それがいい。なんていうか、まあしばらくは沙織さんに白い目で見られてください。うん、しょうがないね。うん、警察も今若干信用は置けないけど、まあいいか。じゃあその説で言うと、公安の捜査官がハングルまとめて RK を作ったわけか、うん、ええ、それが相馬和樹です。まだ確かじゃありませんが、あいつが潜入ならいろいろ辻褄は合います。そうだね。だから公安は RK を手駒にできたんでしょうし、逆探知とかの情報を流すこともできた、うん、ハングレたちはそうとも知らず、ずっと相馬の命令で公安の使いっ走りをやってたわけだ、うん、でも相馬に公安とのパイプがあるからこそ、 RK は一発の組織になりつつある。それもそうか。例えば阿久津を殺した奴らも RK でしょうが、あ、そういうこと。着てた警官の制服や銃は多分本物です。あれも相馬が公安だから簡単に調達できた。ひえ。ではもう警官の制服は信用できないですね。下で警備してくれてる方たちは大丈夫なんでしょうか。ね、心配ないよ、あの人たちは真冬のお墨付きだから。そっか、よかった。それにしても警察の方で公安を止めらんねえのか。ええ、うん、
公安はそもそも相馬なる該当人物はいないと知らぬ存ぜぬだそうです。そうか、記録は抹消済みってことですかね。相馬は軽く10年は東条街にいたはずだぜ。日教連って組で阿久津と一緒だった。日教連、あいつらのことなら俺より東が詳しい。だいぶ古いね。じゃあそれはまた明日聞いてみよう。おう、そうだな。そうか、だいぶ古株なんだね。日教連は龍が如く01よりも前の話に出てきた組織で、まあなんだろう、裏組織というかだったんですが、確かね、その時からか。もうスパイとはいえその時から一緒だった阿久津を、ああもう殺すか。いや敵なんだけどさ、私結構阿久津のこと嫌いじゃなかったから、賢いやつではあったし、そう嫌なやつっていう部類でもなかったからさ、仕事としてちゃんとやるし、なんか、ね、彼なりにまあしっかりヤクザの道で生きてたんだろうから、あそこで殺されるには理不尽だよな。そう前の恨みがどんどん増えてくね。よし、裁判もこれからあるっていうのに大丈夫か。狙撃とかまでされなければいいんだけど、どうしようもなくなっちゃうもんね。本当に遠距離からスナイパーで狙撃なんてなったら防ぎようがないもんな。まあそこまではしないか、始末ができなくなっちゃうもんね。後始末。シャルル、シャルルは あのゲームセンターか、東さんがいる。まあそうだね、阿久津の話をまず相馬の話も聞くか。沙織さん、海藤さんか。もしもし、矢上氏、お、つくもさん。問題発生ですぞ。今朝方ハンピンリューマンが襲撃されました。なんだと。え、襲撃って怖い。 RK です。同人町でも人数を増やしていたんですが、連中の狙いは桑名さんだったんでしょう。そのはずだけど、幸い見つかる前に逃げたようです。まだ連絡は取れてないのですが。ああそうか、ハンピンリューマンにいるってバレたのか。ハンピンリューマンの被害は。鉄道さんによれば怪我人が少々。よかった、鉄道無事だった。襲撃の時その場には相馬も来てたのかな。来てなかったと思うけど。いえ、そこまでは分かりません。とにかく現場は大混乱だったようで。そっか、分かった。うん、矢上氏はこれからどうされますか。どうしよう、いろいろあるけど。相馬の過去と正体を探ってみる。いろいろ裏がありそうなんだ。つくもは引き続き桑名を探してくれるか。うん、お願いします。わかりました。では気をつけてね、つくもさんも。まあ RK を使ってってことだよね。鉄装大丈夫かな。彼もすごいいい人だから死んでほしくはないんだ。カイトさん、よう、タボ。悪いな、仕事の時間だ。誰か代われ。いい兄貴だ。じゃあ俺がやるよ、カイト。呼び捨てかい。ガードをまめに入れるんだぞ。格ゲーか。すげえ。お子様に大人気じゃん。そう思うだろう。ところが東は俺の上を行くんだ。マジで。そうなの。矢上先生がお見えです。バーカ。先生なんてつけんな。そいつは呼び捨てでいいんだ。やれやれって感じで。じゃあ矢上の野郎が来ました。
いきなり野郎呼ばわりかよ。面白すぎるなこの会話。なるほど、確かに相馬の登場会時代なら俺も知らねえわけじゃありません。やつは直系組織の日教連で杯受けてました。日教連ってのは名門の組だね。今は登場会の解散で本家ごと潰れちまったがな。そうか。ええ、そん中でも相馬と阿久津は気合が入ってる幹部候補でした。阿久津組を支えるために表向きにはご法度のしのぎにも手を出してたみたいです。まあ犠牲になってたわけだ、ある意味。どんなに稼いだって上の門はその上がりを吸い上げるだけで何にもケツ持っちゃくれません。ひどいな。都合よく使われてたんですよ。まあそれもご苦労か。相馬たちはいつかのし上がってやろうって歯食いしばってたはずなんですかね。結局出世する前に登場会全体が立ち行かなくなって解散しちまった。うん、青春捧げて組に尽くすだけ尽くしたのに報われなかった。そうだよな、若い頃から。阿久津は本当にそうだったかもな。でも海藤さんの説でいくと、相馬は公安の任務として登場会を中から監視してたんだ。うん、そして組の誰よりも早く登場会に先がないことを見抜いた。で、公安の潜入なら登場会解散のその後を見越して動く。だから RK って犯罪者ネットワークを作って行き場をなくすヤクザたちをまとめて管理できるようにしたんだ。なるほど、そう言われると確かに RK はカムロ町のしのぎに目光らせてる。自分らに黙って稼ぐ奴らをきっちり締めて回ってんだ。今この町で悪さするには連中の許可がいるらしい。ちゃんと組織になってるんだ。ああ、だから相馬が潜入捜査官って説は一応筋としちゃ通ってる。あとは奴と公安とのつながりさえ裏が取れれば間違いない。うん、まあ実際あの話をした途端阿久津が殺されてしまったわけだから、まあ公安とつながってるのはきっと間違いないのか。でもまあ単純に変な話聞かれちゃったからって可能性はなくはないか。ヤクザへの潜入捜査官だった証拠。東、誰か昔の相馬を知ってる人は？あいつがいつどうやって登場会に入ったとかそういう話が聞ける人？ならそうだな、日教連の元総裁がいる。元総裁？総裁って組長のこと？まあな、入江って人だ。前の肩書きがどうあれ、今じゃチャンピオン街の飲んだくれだがよ。入江？その入江さんから話が聞きたい。相馬と公安の関係が証明できれば連中を追い詰められる。そうだね。どうかな。まあ会いたきゃ言ってみろよ。いつも明るいうちからアテンシって店にいる。出た。わかった、俺も行くぜ。サボ。アテンシへ向かう。アテンシはね、おねばっていうの？筋肉質なお兄さんが女性の格好をして、まあ心は女性なんでしょうけど、やってるお店なので、多分海藤さんとかすごい喜ばれると思う。アテンシはね、かつての登場会、元四代目ですら、ビビるほどの店長さんだったからね。さあ、立ち会いできるかな？